皆さんこんにちは。今日はひな祭りが近づいてきたので、ひな祭り寿司とハマグリのおすましを作ります。材料は菜の花やタイのお刺身、イクラを使います。まずはじめに菜の花を茹でます。お鍋にお湯をたっぷりと沸騰させて、小さじ1杯のお塩を入れます。茎が柔らかくなったら、ざるにとって水にさらします。次に錦糸卵を作ります。卵は2個です。砂糖大さじ1杯、塩は小さじ3分の1です。卵をよくほぐしておきます。フライパンに油をひいて、卵液の半分を流します。火が通ったら裏返します。残りの卵液も同じようにフライパンに流します。火が通ったら裏返します。このように2枚焼けました。このように丸めて、端から包丁で細く切っていきます。きれいに錦糸卵ができましたね。では今から3種類の酢飯を作っていきます。ではご飯を3等分します。1つ目にはすし酢大さじ1杯とでんぶを混ぜます。今回は市販のピンクになるすし酢の粉を使いました。2つ目、3つ目はすし酢大さじ1杯を入れます。菜の花は花と葉っぱに分けます。葉っぱはみじん切りにしておきます。葉っぱのみじん切りは3つ目の酢飯に入れ、緑の酢飯にします。桜の花の形をしたモッソー型に3色のご飯を詰めていきます。牛乳パックを6センチに切って、石型の形にしてご飯を3段に詰めることもできます。型にラップを敷いて、まず緑のご飯を詰めます。次に白いご飯を詰めます。
端の方にもご飯が行くようによく形を作ります。3段目はピンクのご飯をのせます。3色に段ができたのでお雛様らしくなりましたね。出来上がったのでお皿にのせます。この上にいろいろな具材をトッピングしていきます。まず鯛のお刺身を切っていきます。お刺身ができました。まずもみのりをのせていきます。次は錦糸卵です。全部をのせます。鯛のお刺身でバラの花を作ります。できたバラの花をお寿司の中央にのせます。四方に菜の花をのせます。最後にイクラをのせます。いい感じに出来上がりましたね。次に2品目、ハマグリのお吸い物を作ります。材料はここに書いた通りです。 500cc のお水に大さじ1杯のお塩で塩水を作ります。そこにハマグリを入れて1時間ぐらい塩出しをします。蓋もしておきます。1時間経ちました。口が開いて塩を出したようです。ハマグリは水洗いをして水切りをします。昆布だしを取ります。 700cc のお水の中に昆布をつけておきます。30分ぐらいでいいでしょう。お鍋に火をかけます。ゆっくり弱火で時間をかけて沸騰直前に火を止めます。だし昆布は3センチ幅の7センチぐらいの大きさですかね。こういうものはそこそこ適当でいいです。ちょっと時間がかかるようですが、ここがポイントです。
沸騰直前になったので火を止めます。出来上がった昆布だしの中にハマグリを入れます。短時間で火が通るように蓋をします。沸騰してきたので蓋を開けて網でアクをすくい取ります。アクを取ったのでお酒大さじ1杯を入れます。塩小さじ1/2、白だし醤油大さじ1杯、お味はご自分で決めてください。紅白のかまぼこは入れても入れなくても良いですが、飾っても素敵なのではないかと思います。完成です。また普通に切った紅白かまぼこをのせるのも良いでしょう。またハマグリがない時のお吸い物も作ってみました。残り物の錦糸卵や椎茸、絹さややお麩を使って作りました。だしは先ほどと同じ昆布だしで作りました。お料理はこうでなければいけないことはありませんので、だしの素を使ってもいいでしょう。今日はご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、次回までごきげんよう。